はは。い、こんばんば、えー、本日この回はですね、えー、東京都知事の小池百合子さんの問題ですね。いよいよね、小池さんがですね、追い詰められていますね。うんえー、小池さんのね、カイロ大学卒業というですね、学歴詐称の問題ですけども、えー、このことについてですね、小池さんはね、いつも口癖のようにね、カイロ大学が証明していると。カイロ大学だけがあその証明するですね、権限を持っていると。 おそしてそのカイロ大学が証明していると。おということをね、ずっと口ぐさのように言っているんですね。だけども、えー、そのカイロ大学が証明しているというね、そのこと自体,自体が信用できないんですね、うん。信用できない。まずですね、えー、これはね、何度も説明しましたけども、えー、これ例えばねあの、水原一平さんの、ね、問題で言えば、アメリカではね、えー、この偽のですね、 卒卒業業証証明書書であるとか卒業証書をこれを発行する業者がですねいて盛んにやっているらしいんですけどもエジプトのカイロ大学の場合はですねこれはねサダト政権それからムバラク政権というねこれ長期政権が続いたんですけどもまさにこの大学自体がですねこの偽の証書偽のです、ね、証明書これを、ね、発行しているということなんですね。 なので、えー、小池さんのね、卒業証明書、卒業証書、何一つ信用できないんですよ。信用できない。ね。うん。これね、小池さんのその学業の実態って言いますかね、それがきちんとあるのであれば、これは信用できますよ。ね。えー、小池さんがね、アラビア語が、流暢なアラビア語を喋りですね、うん。そしてきちんとしたね、あの、そういう教養を積んでいれば、 えー、これはねまあそれはそうだろうなとそれは本物だろうなと思いますよ、ね、だけども全然そうは見えないんですよアラビア語だって全然喋んないじゃないですか人前でね、うん、何か喋るとそれをねすぐにごまかす、ね、そしてこれはねあのアラビア語の専門のねその翻訳やっている人に言わせると小池さんのアラビア語というのは23歳レベルだっていうんですよね 23歳レベル23歳レベルのアラビア語でですねカイロ大学卒業できるわけないじゃないですかカイロ大学だって、ね、授業それから教科書これ全部文語でやっているわけですよ、ねうん、日本で言ったらまさに「源氏物語」であるとかね「えー、つれづる草」であるとかねまあそういった類のですね昔の言葉ですよね で、えーアラビアの、アラビア語をね、えー、普通、口語でしゃべる、エジプトの学生だってですね、えー、なかなかね、難しいんですよ、ねうん。で、日本でね、この語学の天才と言われた人ですね、それがカイロ大学、なんと7年かかってるんですよ、卒業にね。うん、ところが、ね、小池さんはですね、2、3歳レベルのアラビア語でね、 どうやって4年か5年で卒業をね、できたっていうんですか。できるわけないじゃないですか。実態が伴ってないんですよ。なので、これ、証明書自体が偽物としか言いようがないんですよ。ね。うん。これはね、さっき言ったように、サラト政権、ムバラク,バラク政権ですね。そして今もエジプトは軍事独裁政権なんですよ。ね。えー、そして、えー、日本のね、 この対外,対外的な方針としてはですね何といってもね経済的にこの石油が欲しいわけですよねエネルギー政策そうするとですね日本はこのアラブの名主であるエジプトとなんとか仲良くなりたいということがあるわけですよでエジプトはエジプトでですねこれ累積債務国ですからとにかくお金が欲しいんですよその時に日本の資金というのは非常にですね重要なんですよね なので、エジプトも日本を欲しているし、日本もエジプトを欲しているし、ね。そして、その中で、その構造の中で、小池百合子さんのお父さんというのは、これは、えー、サラト政権時代のですね、副首相と婚姻にしているんですよ。婚姻にしていたんですよね。で、この副首相というのはサラト政権だけじゃなくて、ムバラク政権であるとかね、その後もずっと政府の重要な地位を占めているんですよ。ね。うん。 なので小池さんはですねアラビア語も全然できないのに例外的にですよこのカイロ大学の2年生に編入編入することができたんですよ。これは何と言っても小池さんのお父さんね小池裕次郎さんそして、えー、今言ったこのエジプトの副首相ですねこの関係でこのコネでやっと入ることができたんですよ。このコネでね。ね。うん、ね うん、そして更に驚いたことにはですよこの父親小池雄次郎さんがですよねあのとにかく娘はアラビア語が全然できないので東京でですよこの、えー、アラビア語で書かれたこのカイロ大学の教科書かなんかねこれを翻訳してやって見事に全部翻訳してやってそれをまたカイロに送ってるということをね言ってるんですよ。 ね、そこまで甘えてるんですよ小池さんという人はね、うん。そんなの勉強にも何にもならないじゃないですか。ね、そして、えー、そうやってですね、えー、1976年ですね、えー、小池さんのね、進級試験がやってきたわけですよ。これは2年生から3年生、あるいは3年生から4年生、ね、これどっちか分かりませんよ。ね、で、えー、このですね、この女帝小池優里子ですね。 うんえー、これを書いたのは、えー、石井さんですね、えー、石井太子さんですけどもこれをね、えー、骨格部分をね話したのは、えー、北原桃代さんですよね。北原桃代さん、えー、さんんが小池と、ね、カイロ時代に、ね、同居していたそしてねこの時ね、あのー、珍しいことに、えー、小池さんが机に向かって勉強しているのでどんな勉強しているのか聞いてみたらですね非常に驚いたことに。 アラビア語のですね、えー、この教科書ですね教科書そのアラビア語を意味もわからないのに図形として記憶してるっていうんですよそしてそれを一生懸命ノートに書いてるって言うんですよね図形として記憶してるねそして小池さんが言うにはですねその時の小池さんが言うには、えー、自分はね、あのー、とにかく日本から来た留学生なんで多めに見てもらえるだろうということで 答案用紙いっぱいにとにかく隙間なくこの図形を書くんだと。ということを言ってたわけですよ。ね。そんなものね、あのー、不合格になるに決まってるじゃないですか。ね。うん。これね、あのー、その、まずね、問題のね、その問いのですね、趣旨も分かんないじゃないですか。何を問うているのかね。うん。そしてめちゃくちゃに覚えたね、え図形を書いている。そんな答案がですよ。 日本の大学出てきたらどうですかね。ふざけるなって話じゃないですか。その学生もう呼び出すんじゃないですかね。うん。ね。どんな顔してるんだっていうね、ことですよね。で、当然ながらその1976年ですね。えー、これはね、5月に進級試験があってで、その2ヶ月後の7月に不合格になったわけですよ。当然ながらね。うん。 そして小池さんはね、しょぼんとしていたんだけども、その10月になって、サラト大統領夫妻が日本に来るというんでですね、えー、父親の裕次郎さんがよび、ね、呼び返したわけですよ。ね、サラト大統領夫人を、えー、エスコートっていうかな、アテンドっていうか、えー、その通訳っていうかね、それを役目をやれということで戻って、ね、そしてその時にですね、1976年10月に、えー、つまり、えー こののね、試験を落第したその直後ですよ。日本に帰ってそしてそこで自分はカエル大学を卒業したんだという嘘をつき始めたわけですよ。ね、うんその、うん、ですね、嘘をついた結果というのは産経新聞にドーンと載ってますよ。東京新聞にも載ってますよ。ねうん、ここが小池さんの嘘の始まりなんですよ。嘘の始まり。ね、うん。 小池さんの嘘の嘘始まりですよ。そして一旦ですねえー、小池さんはエジプトにカイロに帰ってきたでそこでね北原桃代さんにねその産経新聞の記事を見せるわけですよね、うん、でその産経新聞にドーンと書いてあるわけですよ、ね「日本女性で初めてカイロ大学を卒業した優秀な小池百合子さん」とかなどが書いてあるわけですよねそこで北原さんはびっくりするわけですよね これ全然違うじゃない。とこの前落第したばっかりなのにどうしたのっていうことでね、こういうことにしちゃったのって聞いたら、小池さんは、うんとか言ってるわけですよ。学生の小池さんはね、うんとか言ってるわけですよ。ね。これはどうですか、これね。うん。さあ、嘘が始まりました。ね。そしてその12月ですね、1976年12月、ね。うん。これ、進級試験落第して、 そのまんまですね、日本に帰ってきたわけですよ。日本に帰ってきた。ね。これね、卒業できる時間がないじゃないですか。ね。うん。卒業できる時間がないですよ。ね。これまず、進級試験もね、あの、通ってないんですよ。つまり、最終学年に至ってないんですよ。それなのに、なんで卒業できるんですか最終学年にもね、進級してき、進級できていないのに。ね。おかしい、おかしいでしょ。 おかかしいどころかころれは不可能ですよねそして日本に帰ってきて小池さん何をやっていたかというとこれはまあほとんど何もやらずにねこれすっごくお世話になった長道院大閣さんというねまあ、この人はね、まあ、正解のフィクサーということでね有名な有名だったんだけどもその人の秘書みたいなことをやってねまあ、それもねどのぐらいね本当にやったか分かりませんよただ僕の情報ではその秘書みたいなことをやってね、うん で、その調度員さんはですね、まあ小池さんに対して小遣い、小遣い程度のものをやっていたという話ですよ。ね。そしてその後、1979年から日テレのですね、ルックルックこんにちは。ね。それに小池さんが抜擢されて、竹村健一の世相講談というね、そのコーナーのアシスタントに抜擢されるわけですよ。そこから小池さんのテレビ進出が始まって、そこから政界に行くわけですよ。ね。 うん、つまりカイロ大学卒業っていう嘘がですね1976年10月にその嘘をつき始めてもうそれを引っ込める引っ込めるですねタイミングも何もないままそこからずーっと来てるわけですよ。ね。これがもうはっきりしてるわけですよ。ということは小池さんのカイロ大学卒業全て嘘ですよ。ね。 そしてそれが今、ほとんどバレかかってるんですよね、うん。でね、ちょうど昨日の記者会見ですよ。昨日の記者会見ね。うん、これね、昨日の、ね、動画でも説明しましたけどね。うん、我々のね,我々ね、5、6人言いましたよ。ねうん、これはね、えー、フリーのジャーナリストね。それがね、多かったと思いますよ。僕とかね。うん、うんうんそれとかね、えー <coughs> アー,クタイムアークタイムズのね、大型さんであるとかね、うん、それも含む、大型さんとかね、僕も含めて五六人いましたよ。それが全員ですよ、手を挙げていたんですよ。全員挙手していた。なのに、それをですね、全く無視してですよ、さっといなくなりましたよ、小池さん。つまり、逃走したんですよ。ねというのは、それまでの質問というのはね、都庁記者クラブというのはですね、本当に堕落してますね。 うん、ええー、幹事社の東京新聞のね、記者がですね、一番最初にこの問題を質問して、それだけですよ。後の記者ね、全員質問してなかったですよ。全員。ね。どうでもいいね。都庁のね、あの、プロジェクトマッピングの話であるとかね。うん。もうね、質問の中身を忘れちゃいましたよ、もう。ね。うん。本当に堕落してますね、これね。驚くべきね。 記者と呼べないんじゃないかなと思いますね。うん。ね。そういうわけでね、いよいよね、小池さんはね、あのー、これはね、終わりが近いと思いますね。政治家としての終わりがですね。ね。我々の質問の前にですね、見事に逃走した。逃げた。ね。逃げたということは終わりですよ。逃げたということは終わり。ね。もう立ち向かうね、何、えー、て言うかな。危害も何もない。 まあ、あるわけないですよねこれ嘘なんですからね今の政治情勢を見ると、ね、今4月28日に迫っている、ねえー、衆議院の、ね、3つの補欠選挙ですねそのうち小池さんが深く絡んでいるのが東京15区ですよね東京15区これはね小池さんの代わりに乙武さんが出ていますけどももう全然だ目ですねもうはっきりこれ勝負ついてますね、うんえー、これはね 立憲民主党から出ている坂井夏実さんです、ね、まあこの人がね一、えー、番目にリードしているということで音、えー、竹さんはねもうその他大勢の扱いですねうんなのでここでね乙竹さんが落選すれば音竹さんを一生懸命ね応援していた、えー、小池さんはですね影響力がものすごく落ちますねものすごく落ちるもうね小池さんの言うこと誰も聞かないですよね影響力何もないうん で、えー、そういうわけですので、小池さんはね、もちろん国政に戻れるわけがない。まあ、戻しちゃいけませんよね。ね。こういう嘘つきは戻しちゃいけません。で、まず戻れるわけがない。そして、7月にあるですね、東京都知事選挙ですね。これは小池さんは、まあ、参戦ですね。今2期目ですからね。参戦を目指して、立候補をね、えー、するというですね、まあ、一応そういう構えで、えー、今いますよね。 だけど、これもですね、相当黄色信号をとってますね。うん、黄色信号をとってる、ね。もう赤信号になってるんじゃないかなっていう気もしますよね。うん、これね、今ね、えー、立憲民主党なんかがねあの、やっぱり候補をね、真剣にね、あの選定していますよ、今ね。うん、つまり、小池さんに勝てる、ですね、選挙になりうるわけですよで。小池さんはね、本当にこれね、えー、都知事選挙出てくるのか、もし出てくればですよ。 選挙候報というのがあって、そこにですね、えー、経歴を記さなければいけない。その時にこれまでのように、カイロ大学卒業と果たして記すことができるのかどうかですよね。うん、で、これはですね、カイロ大卒業というのは、もし嘘ならばですよ。これ嘘であればですよ。これはまさに公職選挙法違反にあたるわけですよ。なので、えー、これ前のね、昔の小池さんの側近であるですね、 えー、小島敏夫さんですね、うんえー、この小島敏夫さんはね弁護士でもありますからね、うん、これはね、えー、小池さんがあカイロ大学卒業ということを選挙広報に記せば、えー、これは公職選挙法違反で告発すると、ね、いうふうに明言しているわけですね、うん、これはね必ず告発すると思いますよ、ねうんね、そうなった場合どうなるかですよね うん、告発はもちろんね、東京地検特捜部にね、告発するでしょうからね。うん。で、東京都知事といえば、えー、これは金メダルではないけど、銀メダルぐらいになる,わけな,るなりますよね。東京地検特捜部はこれね、真剣に捜査すると思いますよ。そうなった場合、小池さんはこれね、やっぱりアウトだと思いますよ。アウト。ね。うん。これはね えー、カイロ大学の卒業証書証明書はどうこうという問題じゃなくて僕が何度も言ってるようにね、えー、この小池さんがのね1976年の足跡をたどればこれすぐにわかるわけですよ。ねうんえー、1976年7月にね進級試験落第している、ねうん、そして12月に帰国している卒業できるわけがないこれは嘘ということですよね。 うん、そういうことですよ。なので小池さんはもういよいよ終わりが近いということですね。うん、ねでまずそのことをね、えー、これね、集シャオンラインがね、あのー、記事を出しているんですよ。まあ、ぼちぼちこういう記事がね、出始めたんですね。えー、これは20日あ土曜日、つまり今日ですね。うんえー、タイトルがね、崖っぷちの女帝、えー、学歴詐称疑惑再燃で崩れた小池知事。 国政会帰のシナリオ。東京中国補選惨敗なら求心力低下は必至。元側近の刑事告発し示唆で、えー、7月の都知事選も金、えー、信号、黄色信号ということですね。うん、まずね, <coughs> ね、この記事ね、ちょっと紹介しますとですね、えー、っとね、これはね、<coughs> 自民党がね、 えと4月の13日、14日ですね、つまり先週ですよね、えー、ほぼ1週間前、ねえー、にですね、情勢調査したんですよ、情勢調査ね、えー、東京10国ですね。そしたらね、もうものすごい結果が出たんですよ。というのはね、立憲民主党の酒井夏実さんが、えー、他の候補をですね、抑えて、大幅にリードして、えー、首位となっているということなんですよ。大幅にリードしている。ね、 と、えー、ということですねそしてこの肝心の乙武さんですねこれはなんとこの酒井夏実さんにですねトリプルスコアのリードを許している状況だっていうんですよトリプルスコアですよダブルスコアじゃないですよね、うん、ダブルスコアっていうのねまあ、えー、10に対して5まつまり半分ぐらいということですよねでトリプルスコアスコアっていうのはね3倍ですからね3分の1ですよ、ねうん 例えば、堺井夏みさんが10とすれば、えー、これはね、お届けさんはまあ3か4かっていうね、そんな感じですよ、ね。これはトリプルスコアのリードってね、相当ですよ、これ。ね。相当ですよ。ねうん、これ、当初はね、この東京・10国についてはですよ、自民党はね、これ、裏金脱税事件でね、 相当の逆風だったとね、うん、なのでこれは東京中国ねこれね、えー、自民党の議員がね、えー、2人続けてねこれね逮捕されてますからね東京中国ね。なので自民党から立てることができない。ねで小池さんに小池さん任期にね、えー、便乗しようというふうに考えたわけですよね。 最初そして小池さんが虎田さ,さんを擁立するということなんでもうそこでね一気にここでね自民党がこれねさらに味方について一気に流れを決めちゃおうとそういうね思惑だったわけですよね、うん、そういう思惑だったわけですよところがところがですね、えー、自民党の調査によればね情勢調査もうずっとしてるわけですよ 乙武さんんね、ね、非常に、ね、状況がかんばしくなかったんですよ、最初からね最初からかんばしくなかったこれはねえー、っと2016年にね「週刊新潮」にね「乙武さんのねごまた不倫」ですねこれがね、まあ、す,っ抜かすっぱ抜かれたわけですよねうんなのでこれがですねまずね公明党がね、まあ、引いちゃったわけですよ、ねうん、これ、学会ね えー、公明党の母体である創価学会は、これは女性票でねあの、持ってますのでね、うんえー、これは女性部、昔の婦人部ですね、ここがね、実動部隊で、ここが動かなければ、どうにもしょうがないわけですよね。で、これ、婦人部、女性部がですね、音、えー、だけさんでは全く動かない、ねうん、応援しないということですよ。ね、なので、公明党としても、これはもう応援できないということになっちゃったわけですよね。 うん、そこで、えー、これはね非常にこう何て言うかな自民党内ですね、うん、自民党内からもですね、えー、これはねお届けはどうなんだろうということで慎重論が出,出始めたんですよ。ねそしてお届けさんお届けさんでね、えー、自民党のことをね、えー、まあないがしろにしたわけですよね。うん、このね出馬,出馬の記者会見でね 政策を見て推薦したいという思いをいただけるのであれば一つ一つの政党とお話をしたいが現時点では私自,自身から推薦依頼を出している事実はないというふうに言い切っちゃったわけですよね。そしてこの公明党の動きもあるのでとにかく人竹さんの推薦については見送りと。 ということになったんそしてね、えー、そのね原因を見るとやっぱりこれね自民党のその情勢調査ですねその結果を見ても乙武さんはこれねちょっと負けるぞというね、えー、これは何て言うかな見通しですね、うん、そうするとそういう見通しならねこれは推薦を出しても意味がないわけですよねうん。 だったらもう最初から推薦なんか出さないでこの不先輩ですねそっちの方がましだというふうにね考えるようになったわけですよ。ね。そしてそこに来てね小池さんのこの学歴詐称のですねこの再燃ですねこれが大うちをかけたわけですよ。ね。うん。うん、これはねね。これ何度も説明しましたけどね。 えー、2020年にね5月にですねこの女帝小池百合子が出てね、まあ、決定的だったんですよね、うん、僕はね何度も説明しているように1976年のね問題ですね、えー、これがね、えー、非常にエピソードとしてね非常に語っているんでね、うんえー、これはね、まあ、卒業してないということになったわけですよねそうすると小池さんも困っちゃったわけですよね、うん、困っちゃったので、えー、とにかくね えー、この「カイロ大学生命」ですねこれをなんとか捏造しなきゃいけないということで、えー、これはね側近にですね頼んで捏造してもらったと。ということですよ。ね、うん、でこれが今回明らかになったということですよね。うん、ねでこの「現代ビジネス」の記事でねこの永田町関係者はこういうふうにね説明しているんですよ。 小池氏は東京中国補選の勝利を足がかりに自民党に恩を売って国政に回帰して総理大臣を目指すことも視野に戦略を立てていたしかし、えー、補選惨敗となれば国政回帰はおろか今年の都知事選での参戦も危うくなってくるということなんですねうんねうんで今ねとにかく自民党がねこの、 らさんんからねね手を引き,引きましたんで、ねうん、なのでこの東京10国についてはこの岸田政権というねことじゃなくてまさに小池さんのですね実力これを測るバロメーターとなっているということなんですよ。ね。え小池さんのね影響力ってのはね今どのぐらいあるんだろうかということですよね。うん。ね。そういう矢先にですねえー、これはね えー、この前の17日にですね日本外国特派員協会で、えー、小島敏夫さんがね記者会見を開いてねそして、えー、小池さんがですね今年の都知事選とかね、うん、あるいはもしもしかして国政選挙に出た場合にこのカイロ大学卒業というふうに選挙広報にね明記したらですねこれは公選法違反で、ね、刑事告発するとということを明言したわけですよね。うんね これはね、相当ですね、小池さんに対するね、なんていうかな、ボディーブローっていうかね、うん、これもう本当になんていうかな、このボディーブローだけで倒れるんじゃないかっていうね、そのぐらい強いね、あのパンチですね。うん、そういう状況ですよ。ね、うん、そしてね、こういう状況を見てですよもう、とにかく小池さんはね、もうフラフラですよ、今。ね、なので、 立憲民主党はですね、いよいよ本格的にですね、小池さんに勝つための候補者選定ですね、これに向けて動いているということですよ。ね、で、前回はね、とにかく、小池さんにね、勝てる見込みがね、なかなかなかったと、ねうん。それで、これまで都知事選にね、挑戦し続けてきた宇都宮,宇都宮健治さんですね、まあ、この方も有名ですけどね。 この宇都宮さんを支援,支援するということにね、まあ、したわけですよ。まあ、言ってみればこれで体裁を保ったんですよね、うん。だけどとにかく今回は小池さんにとってもう大変な逆風ですよ。大逆風。ねうん、とにかくカイロ大卒というね、これがもう嘘だと。ね、これも誰が考えても嘘でしょ、これ。ねうん、僕が説明した、一番最初に、ね、説明したようにですね、 日付が合っ,、ね、ってない。んですよ日付がってないこれがまず第一にあると思いますよ。ね、第一にあると思うじゃなくて、第一にありますよ。ね、日付が全然合っていないということですよ、ねうん。これ証明書なんていう問題じゃなくて、日付が合ってないんですよ。ね、なので、卒業は不可能であるということですね。うん、なので、今回小池さんにとってですね、大逆風の選挙となるわけですよね。うん そしてこれはね、小島敏夫さんがね、えー、まさに刑事告発すると言っているわけですからね、うんな。なのに、それでね、選挙戦えるのかということですよね、うん。まさに日本におけるね、トランプ大統領ですね、これね。日本のトランプ大統領、小池百合子 <laughs> ということですよね。裁判を抱えながらね、選挙やるなんていうね。うん、というようなことで、立憲民主党にとってもね、こん今回は、この7月は、 本気でですね、東京都知事え、これを取りに行かなきゃいけないというねえ、選挙になるわけですよ。ね。そしてこの現代ビジネスによればですね、えー、っと、著名な男性の学者から立憲民主党に立候補の申し出があったということなんですよ。まあ、これちょっと今僕はね、この学者誰なのかちょっとよく分かりませんけどね、まあ、著名な学者って言いますからね、うん。 そしてね、これはまあ前から言われているね、えー、ことだと思うんですけども例えばね前川喜平さんですよねうん前川喜平さんがですねやっぱり例えば、えー、ここにですね小池さんの対抗馬として立てばこれはね前川さんはやっぱり勝つんじゃないかと思いますねうんまあちょうどねあの小池さんがまさに学歴詐称ということですよね でまあ、前川さんはですね、まさに、えー、元文部科学次官ですよね。うんまあ、どちらもね、この教育に関することで、この真っ向から対立するということになるわけですよね。うんまあ、前川さんもね、これかなり思い切ったことをね、い言いますのでね。うんまあ、そういうようにね、まだ、もちろんね、前川さんに決まったのはそういうことはね、全然ないですけどもね。うん、ないけども、例えばそういう戦いが、 えー、この7月に想定されるわけなんですよ、ね、うん。ね。うん、そしてね、えー、そういうね、えー、状況に関して小池さんはですね、えー、とにかく小池さんの依をするところは、えー、これはねまさにカイロ大学の卒業証書卒業証明書それから えー、カイロ大学の学長が出したとされる声明文ですねこれぐらいしかないんですよ、ねうん、ところがこの声明文についてはねこれはまさに小池さん自らが捏造したんだということをこれはこのね小島さんがですね告発しているわけですよ、ねうんねうん、これ小島さんね小島さんだけじゃなくて えー、このね小池さんから頼まれてこの文案を書いたジャーナリスト出身の A さんですねこの人もそう証言しているわけですよそれを小島さんが聞いているわけですよ。ねうん、で A さんもですねこの小島さんねこの前ね、えー、あの外国人記者クラブでね、えー、記者会見しましたけどもこの A さんもですねまさに小池さんを告発する、ね、それもねありえるということですよ。 あり得る、ね、この A さんも相当もう覚悟を決めてるわけですよ。ね。うん。ね。そういうことなんですよ。ね。うん。そういうことなんですよ。そしてね、この記者会見でね、えー、この小池さんのこの昨日の記者会見でね、こう言ってるんですよね。えー、そのカイロ大学学長のこの声明文はね、うん、声明文は私が捏造したんじゃなくて、 ねまあ、これ今の部分はね括弧括弧の中ですけどもね括弧私が捏造したんじゃなくて、えー、大学当局のつまりカイロ大学当局の意思で公表されたんだと私自身が感知しているのではないとというふうに主張しているわけですよねうんねうんねそういうふうに主張しているわけですよ、ねうん、だけどこれはねまさにもろにですね 大学東京当局は全然関係ないんだということを証言しているわけですよね。この小島さんであるとか、あるいは A さんですね。うん。ね。うん、そういうことなんですよ。そしてね、もしこのね、カイロ大学の学長がね、えー、自分の意思でね、もしですよ、おその公表したと、これ、小池さんが言うようにね、もしそうならば、なぜこの時にですね、 わざわざですね。あのカイロ大学の学長がね。遠く離れた日本のためにそんなものをね。コメントを出したんだということですよね。うん、別に小池さん以外は何のきっかけもないんですよね。うん、それの不自然さもあるんですよね、うん。うん。まあそんなようなことでね。とにかくね、えー、小池さんはね。記者会見でもね。もう口癖のようにですね。 そもそも認識大前提が違っています。私はカイロカイロ大学を正式に卒業していますというね一点張りなんですよ。一点張りね、うん。そもそも認識大前提がね間違っているってね、うん。これ認識大前提の前にまず事実関係があるわけじゃないですか。事実関係がね。うん、その事実関係その事実関係からですね。 小池さんは大学を卒業していないと。というふうに言っているわけですよ。事実関係からね。うん。事実関係から。そこのところ小池さんは何一つ答えないんですよ。ただただ証書があります。証明書があります。これだけなんですよ。ね。うん。これ誰、誰でもですね、これはね、疑いますよ。ね。うん。誰でも疑いますよ。 そしてね、この、小池さんはね、この記者会見で、卒業生として、ね、カイロ大学の卒業生として、記念講演を依頼されて、在校生に講演を行ったって言うんですよね。うん。で、講演を行ったってね、行ったと言ったってですね、これね、えー、当時のこの YouTube ね、で見ることができますけども、これ日本語でやってるんですよ。日本語で。ね。で、そのことを問われて小池さんはね、 えー、大学の方から日本語でやってくれという話だったというねことなんだけどもねうんそれはおかしいでしょだって日本語を理解していないねアラビアあカイロのカイロ大学生だっていっぱいいますよね何のためにね日本語なんですかねおかしいじゃないですかねこれはっきり言って小池さんアラビア語をねそんなに喋れないので、えー、これは仕方なく日本語でやったんだと思いますよね、うん それからね、このイカイロ大学学長と、それから小池さんがね、対談しているね、えー、ものもですね、YouTube で見ることができるんだけども、その音声がですね、バックミュージックによって全部書き消されているんですよ。何一つ聞くことができないんですよ。ね、うん。これもね、まさにカイロ大学と小池さんの共通したですね、この利害関係ね。うん それに基づいたこの工作ですねこれを感じますよね,ね,ね。とにかく小池さんはねこのイカ様イカ様ですねイカ様が指摘されてるね卒業証書卒業証明書これしかないわけですよね。えー、ところが、えー、その卒業証書卒業証明書というものは佐渡政権時代それからムバラク政権時代これはカイロ大学が 自ら偽のものもを発行していたわけですよ、ねうん、これはまさにね、えー、この前も紹介しましたけどもジャーナリストの黒木亮さんがですねカイロに何回も取材に行ってそのことを確認してるんですよ。なのでね、えー、これはね小池さんが、えー、卒業を証明できるのは大学しかいないと。 ね、その大学が卒業証書卒業証明書を出しているんだから間違いないでしょうと言うんだけどもそれが非常に疑問であるということなんですよ。ね。うん、でこの証書証明書のねこのどこが疑問とに思われるかということについてはこの前ね説明しましたけどね。うん。ね。そういうことなんですよね。うん。うん、ね。そして小池さんはね。うん、これはね。 基本的な僕の質問に答えなければいけませんよ。ね。うん。1976年5月にね、進級試験を受けて7月に不合格になった。それで12月に帰国したんだけども、一体そのね、5ヶ月の間でどうやって卒業できるんだということですよ。ね。うん。ね、このことにまずね、答えなければいけませんよ。ね。うん、答えられるもんなら答えてくださいよね。うん。 本当にそう思います、ねうんまあというようなことでね小池さんがいよいよですね、まあ、窮地に陥ってもう政治的影響力とかねそれはね格段に下がっていきますね、うん、いよいよ小池さんの退場の時がですねいよいよ近づいているとというようなねことだと思いますねまあそしてね本日この回はね、えー、この辺りでね終わりたいと思うんですけども最後にね ちょっとコマーシャルタイムをいただきましてですね、これがコロナ日本国書ですね、これコロナ対策、感染症対策は非常に重要なんですけどもね、今ですね、自民党政権の下では、えー、科学的な知見に基づいた対策ではなくて、利権に基づいた対策になってしまってるんですね。なので、これ、失敗せざるを得ないんですね。そのことを書いたのです。ぜひ読んでいただきたいなと思います。それから、原発と日本列島ですね、これは地質学者の土井和美さんがですね、 同年動力炉核燃料開発事業団に30年間勤められてですねえこれ日本全国のねこの地質ですねこれを調査したんですねその結果ね日本列島の地質の上には原子力発電所を作ってはいけない危なすぎるとというね結論に対してんですねうん分かりやすく書いた本です是非読んでいただきたいなと思いますそれからアメリカの新聞学 アメリカのですね新しい文学の機種ですねトミー・オレンジーですね、えー、これはね、えー、ドストエフスキー「ウィリアム・フォークナーの直径」ですけどもヘミングウェイ賞全米図書館賞を受賞したね非常に注目されてされる小説なんですね、うん、これはね、えー、僕が読んだ限りですね非常に面白い、うん、これはねウィリアム・フォークナーにね 21世紀のウィリアム・フォークになることはもう間違いないと思いますね。面白いのでですね、ぜひ読んでいただきたいなと思いますね。それからね、これがね、僕が関係させてもらっている5月初亡信者の新刊なんですけども、今、日本全国ね、地方の方では、えー、本屋んが少なくなっている、あるいはアマゾンでも本を買ったことがないというね方もいらっしゃるかもしれませんけども、そういう方は5月初亡信者に直接ファックスなり、電話なりしてきてください。 郵便、えー、振込であるとか銀行振込で対応をしたいと思います。5番護心者のおファックス番号、電話番号は104の方ですぐに分かりますので、どんどんですね、遠慮なく言ってきていただきたいなと思います。まあ、というわけですので、本日この会はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。